近すぎるけどね、そろそろ女性向けて突進しようと、優しい言葉で近づくかね、乱暴で近づくか、可能性はいくつもあるでしょ。その時にね、この状況の中で複数の可能性からどれを選ぶかとなると、やっぱりメジャーっていうか尺度が必要でしょ。さて今度尺度を考えたら、尺度もまた3つか4つもあるわけ。じゃあね、尺度を尺度すると言っていくとね、論理的に言ってね、やっぱり絶対の基準があるとしなければ話は収まらないわけですよ。さて、そんなことね、絶対の基準は見つからないのよ。見つからないけどね、あるかもしれない、あるとして、それに近づくね、努力をするとしないとね、いわゆるあれでしょ、相対主義のね、なんていうかな、罠にはまっちゃうでしょ。相対主義って意味は、認識もなんだら、認識も真実、あ、真理もね、真善美も、すべてものは考えようだと。だから、ね、人しか考えられないんだら幸せなんですよ、羊みたいに。ところがね、右するか左するか、二つのことを考えた途端にね、真は A とも言える、B とも言える、善美もしかりとなったら、厄介ですね、先生。西部さんね、もう西部さんの言うのはね、あのご忠告とともによくわかりますけどもつまりキリスト教っていうのも一つの絶対主義ですよ ね、 それに対してそれを破砕するときにニーチェは相対主義は持ってこなかったわけです ね、 やっぱり絶対主義を破壊するにもう一つの絶対主義を持ってきた、それで言う場面になってるね、でその時にキリスト教とアンチクリストがあって、それでその第三者っていうか私たちはそれを含めて相対主義っていうことが分かるんじゃないかと。いや分かった、その通りなんだ、僕は何でその話したかっていうと、本当はね、あなたに言おうとしたんじゃなくて、あれ、例えば日本で言えば1980年代になるのかな、いわゆるあれでしょ、ポストモダニズム、もういろんな人いましたけどね、しかもあれ自体外国からの輸入品だけども、ともかくさ、才華とかね、多様性、その前からあるよね、アメリカ人が、価値の多様化とかって言うとね、それはおっしゃる通りですよ、価値なんかね、唯一絶対ってことない。でも多様化と言われて、それはそうだけど、でもしも自分の中に多様なものがあったらどうするのかってね、プラス A とマイナス A、 全く逆のね、価値が多様化されてたら、じゃあお前どこに行くんだいってことになるでしょ。そうだから、そのことについてニーチェは分かったと思う、感じて、もう強く感じたけど、大体ニーチェの人物像がドイツから伝わってきた時にね、こう言ったんでしょう。で言った言葉だけどね、それでね、あれ柔らかい心を持とうとする者はついには柔らかい脳を持つに至りつくのだってね。これはね、まあ、めちゃくちゃな下品な皮肉的つまりニーチェっていうのは脳軟化症で精神病に入ったっていうのは最も有力な説なんですよね。なんか要するにあれです、若い時にね、ご存知のように売春屈になってて、要するに娼婦から梅毒を移されてね、それで次第に頭がいかれてきてということをね、含みながら、柔らかい脳を持つに至りつくのだってこう、いや、それね、それはちょっと上品なあれだって批判だって思わないけどね、確かにね、から濃いんですよ。そのチェスタットはユーモアを定義してね、ユーモアにはそのペースですね、前回の美空ひばり、船村徹と関係あるけども、ある種悲哀の感情がユーモアにはたどらないとダメだと。その意味はね、自分はその神、ゴッドにしましょうか、ゴッドのことを感じもしたいし理解もしたいけどね、けどやっぱりそれは理解しきれないね、その感じ取れないという、この自分とこの絶対との間のね、距離、これを感じるけどここに行けないという、この距離の中にね、ある種悲しみの感情が宿るもんだと。それがユーモアだったわけね。それに対してそのニーチェが振りまいているウィットっていうのはね、それこそユーバンメンシもそうだけど、お前たちその超人の気持ちになってみせろとかね、なんとか乗り越えてみせろとか、なんとか破壊してみせよ、ジーザスクライストがなんぼのもんじゃいって感じのね、ちょっとね、そのペーソス、悲哀の感情がこもらないアジテーションに過ぎるのではないかっていうのはチェスタートの批判なんだけどね、僕はなんか7、8割ぐらいそんな